はい、じゃあこちらの神笠、昨日のようにね、一旦バター焼きですね。で、今回はね、バター焼きで食うわけじゃないです。サンドイッチにします。そうですね、こちらのこれと、山菜と、で、あちらのパンで、挟むと。これと、山菜を、ね、このパンに挟んで、いただくと。そんな感じです。美味しそう。もう、早速バター焼いちゃう。ちょっと時間取らしようかな。しかもね、残念ながらガスがもうないんすよ。そうなんですよ、ちょっとガスもないから。じゃあ、ひょっとしたら途中で終わるかもしれない。やばいですね。だからちょっと時間との勝負なんですよね。今やりつつのって感じです。あ、いいね、いいね、いいね。昨日これを見せたかった。これもいけるね。これ取り出す？待って、早くね。もうちょっと火通そう。あ、とろみできた。燃えてる。うん、場所交換した方がいいな。席替え。そうね、席替え。余熱でやる。はい、コーンと山菜。魚も入れたら？一緒に。あ、これ何しようとしたの？焼き魚とかできたらいいなと思います。軽く出してみよう。焼きの、また火通ってどうして。魚どうする？間に合う？火焼き、もう分からないんだよな。今やったら大丈夫だ。あれぐらいだったら30分ぐらい。ちょ、とろ火だからね。出来たてほやほやの山菜とコーンにパンを、この具をパンに乗せて、で、こちらのなんとジンガサ。おー、ジンガサ。こちらも乗せつつの口に放り込むと。おー、素晴らしいだろ。やっていきましょう。考えただけよだれが出てきますよ、ほら。もうこれですら、ね、うまいかな。ね、もう匂いがたまるんですわ。たまらんすね。早速。あらお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 ら。けー、ちょっと。よいしょ。いいね。じゃあこれでジンガサを乗せちゃう。ジンガサさんを、ジンガサをでかー。だからさ、こんぐらいいっちゃう。おっ、いっちゃいますか。で、挟んじゃう。挟んじゃう。サンドバッショ。おっと、うわ、ちょっと崩れちゃうね。溢れ出てますよ、これ。うまそう。じゃあ金さん先に頬張っていいよ。いただきます。落ちそう、落ちそう。いただきます。はい。あ、落ちた、落ちた。はい、落ちました。ちゃんと食べました。うまいっすか。見た目美味しくなさそうなんだよな。うん、うん、うまいね。あ、まあまあ、コーンとね、コーンのとこのバターが、そうそうそう、もうそれだけでまずうまいね。うん、見た目はちょっとね、グロいけど味は全然おいしいな。うまい、うまい、これ最高ですね。うん、いいね。こんなおいしいご飯を食べながらね、見てこの一層場、最高でしょ。ねえ、いや、沖縄に生まれてよかったわ。ああ、ハローと出会えてよかったわ。あれ？千円が入った。そうね。千円。うまい。うまいね。はい、帰ってきたひっちゃん。じゃあひっちゃんもこれをやりますか。やらない。やらない。焼くんかい。絶対焦げるぜこれ。絶対焦げるぜ。それは加減分かってない人間が焼きます。おっちゃんも入れていく。全部入れちゃっていいんじゃん。これだけでいい。で、海さんを入れていくと。ジンガサさんを入れていく。ジンガサさんを入れていく。で、これをサンド。あ、いい感じで焼けてるな。うん、で見せて。おお、いい感じでちょっと焦げ目入ってますね。美味しそう。パリパリしてる。さあ、いただいちゃってください。
うん、おいしい。おいしい。ファミマで打ったぞ。金さん、食欲が止まらない。止まらない、2枚目いきます。金さんの食欲が止まりません。これですか、2枚目。皆さん、さっきちょっと説明が下手くそだったんですけど、うん、これマジうまいんすよ。うまい人は言ってたな。何がうまいかっていうと、うん、ね、もうコーンのね、うん、まず口に入れた時の、うん、プチプチ感。プチプチ感、うん、そうそう、確かに。そしてこの大谷渡りのシャキシャキ感、うん、あ、ラッキョみたいなシャキシャキしてるからね。そうそうそう。そしてね、とどめはね、これジンガサのゴリゴリ感、うん、これプリプリでしょ。ゴリゴリってプリプリでしょ。ゴリゴリシャリシャリ感知らないけど。ゴリゴリってめっちゃ硬そうだな。ガネソン、最高に美味しいです。合います、ね、これが美味しいぞ。しかもバターとマッチするんですよね。そうそうそう、これがね、たまらないです。そうそう、皆さんよかったらね、ぜひとも釣り場とかキャンプでやってください。うまいですよ。おすすめします、これ。はい、大完成です。もういい感じで焼きましたね、はい、ガッツも超で切りました。そうですね。これもう一応これ明らかに赤いな。いいじゃない、半生で美味しいね。いや、これね、はい、多分ここに貼り付けたら、うん、多分ルアーとして使えると思う。相当釣れるよ、これ。釣れるな。ゴンベイのルアー。いただきます。はい、早速いただきましょう。どう？うん、初めて食ったけど美味しい。白身か。うん、おお、身もね、白く焼かれて、ギリギリ焼かれてるね。ここが一番いい。どこ？進撃の巨人の弱点って言われてる。進撃の逆転、後頭部か。さあ、後頭部のうまさ。うん、甘みあるね。甘いんだ。うん、甘みがある。見た目はね、見栄えだけど全然違うもんね、味はね。見栄えみたいにポロポロはしてないんだ。見栄えってなんか身が柔らかいイメージだけど、結構しっかりしてるね、見た感じ。魚汁出るな、これ。うん、美味しいです。美味しいか。さあ、僕はですね、太ももの部分が好きですね。さあ、どうですか、ゴンベイ。あ、うん、ゴンベイと、しっかりしてるね。ゴンベイとドンベイどっちが美味しい？ドンベイさん。ドンベイさんが美味いね。バター効いてるか。バター効いてるね。なんでそっぽ向いてんの。そっぽ向いてますね。あ、ごめんごめん。うん、うまい。結構腹膨れましたね。はい、そうですね、うまいですね。はい、金さんがウツボを発見したみたいですね。どこ、どこ？一ちみってるでしょ。ちょっとだけ頭が出てもらって。ピコッ。あ、出てます、いますね。これ、ちっちゃい虫があるんですよ。ウツボですね、これ。2匹いた、2匹。2匹いる。マジ、金さんこれ捕まえれそう？いやいや、無理でしょ。素手で。指が…指だ、人差し、人差し指と親指だけで捕まえきれる。ヤクザになるよ、ヤクザ。ちょっとこれ素手では無理か。ちょっと行ってこうね。あ、あ、あ、2匹いるね。そう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 、重なってる、2匹。うわ、出てきた。うわ、出てきた、出てきた。いるね。しかも2匹いる。なんで？皆さん、雨が降ったんで、もうちょっと早く片付けして撤収したいと思います。やばいね。やばいですね。ちょっと雨はさすがにやばいぞ。こっち雨宿りする場所ないから、ちょっと危ないですね。やばい、やばいぞ。じゃあ一回行きます。はい、無事たどり着きました。あとは帰るだけです。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。疲れた。